だから今日くらいいいじゃないか、今日まで生きてきたんだから、この命は誰のものだ、使い方は選ぶから。声を出し笑ってた、思い出すたびに僕は悲しくなるんだ。なぜなら一瞬の幸せ、あとは大大不幸せ、耐え続けたから。だから今日くらいいいじゃないか、我慢しなくてもいいじゃないか、本当に欲しかったものはなんだっけ、大それたものではなかった。今日くらいいいじゃないか、今日くらいいいじゃないか、今日くらい命をかけてもいいじゃないか、握りしめたなら決して離さないで、幸せでいいじゃないか。皆さん今日の動画見てくださいましたか？秋水夜くんの Unhappy Birthday って曲なんですけど、すごく素敵な曲なので、皆さんぜひ見ていただけたらすごく嬉しいなと思います。そして絶賛鼻がちょっと詰まってますので、声がいつもと違いますが、そこら辺を許してもらえるとすごく嬉しいなと思います。バグの曲っていいよなーって。さあ行こうか、これにしよう。カポを実はあることであげちゃって今ないんですよ。その度近づけたように、落書きをしようと埋め尽くしたノート、振り返ればほら宝物、奇跡季節が流れるほどに不安も生まれるように、どこにいてもつながれるのに、なぜ寂しいんだろう、あとどれだけの日々過ごせるだろう、あとどれだけの好きを言えるだろう、君と僕が離れないようなイコール。チャイム鳴り響くまでに見つけたくて。暮れ坂道夜コンビニ
交わした言葉忘れるたびに、そんなこともあったよねなんて笑いながら、ゆらゆら流れていく時間が好きだ。大人になる頃にはさ、全部を忘れてるかな。一つ一つ忘れていても、なぜ懐かしいんだろう。あとどれだけの日々過ごせるだろう。あとどれだけの好きを言えるだろう。君と僕が離れないようなイコール、チャイム鳴り響く前に、あとどれ、あとどれだけ君と話せるだろう。あとどれだけの好きを言えるだろう。君と僕が離れないようなイコール、探すために誰よりもそばにいるよ。を好きになって、僕を好きになった昨日より今日もっと幸せに。照明が倒れてきてここに刺さった、割れちゃったんだよ。でも大事なギターだから、これ結構思い出のあるギターなので。アダムとイブ、まだ歌ってダメだよ。かゆめ。確かにもうそろそろ卒業のシーズンですからね。いや、懐かしい午後は母の声が聞こえそうで、胸がいつもより狭くなる。
桜の花びら散るあの ですね。今みんながご飯に食べに行ってて、これ帰ってき次第撮影になるんですが、僕は今からあのエルデンリングをやりたいと思いますので、終わりたいと思います。卒業する方たち、ぜひおめでとうございます。まだですか？わかりませんが。違う違う、これ YouTube じゃねえんだ。切ります。さよなら。